水溜りボンドです。サブちゃんなんですけど、はい、あ、牧野ね。はい、牧野です。今日一緒に住んでる、あのマンスが誕生日なんで、おでももう何も予定ないらしいから。そうですね、俺は秘密で、はい、パスタ作ろう。パスタ作りました。で、ね、一応今日マンズもいるんですよ。マンスじゃなくて、マンスね。あ、マンズか。ややこしいな。お前も誕生日今日でいいだろ。じゃあちょっと作ろう。作りましょう。水用意してあるんで。いいじゃん。一番早く作ろうぜ。一番早く。まず、入れます。じゃあ違う。なんでこのまま入れるんですか。今日ね、4人しかいないんですよ。今日4人しかいないから、4人しかいないって。4人いるけどな。4人多いっすよ。そんな大学生活なかったもんね。一人一束じゃないですか、知らないですけど。大体沸騰してたんですよ。マジ？はい、沸騰したら、そうですね。何作るの？パスタの、ボンゴレみたいな。ボンゴレみたいなパスタね。ボンゴレみたいなパスタ。ここでさ、俺らの冷蔵庫紹介しとこうぜ。冷蔵庫紹介します。冷蔵庫すげえんだから今、一番。いきますよ。開けて。まず普通にチーズとか。飲み物があって。チーズとかあります。あんままだないんだけどね。下が業者ぐらいの勢いでチョコが業者ぐらいの勢いである。コンビニかと思ったわ。チョコの量がもう3000円ぐらいしたよね。いや高かったっすね。萌えシャンドン、萌えシャンドン。マンスなんかに萌えシャンドン腹立つ。はい、沸騰したんでお塩入れます。え、塩入れんの？塩入れるんですよ。まあそうなんだ。そうするとなんか残り入れていい？はい、僕らこうパーっていう感じで。それやろ。いいっすね。あ、いいっすね。めちゃくちゃいいっすね。いいじゃん。 100g で7分なんで変わんないっすかね。 400g だ、それ。これ30分ぐらい長っ。いいよ、そんなやつ。多分ほんと10分ぐらいでいいと思います。マジで。肉焼こうぜ。肉焼きますか。肉焼いて、肉をね、ボンゴレに入れるっていう恐れさの方のいけらもねえことするの。アサリゴロゴロのボンゴレって感じ。肉ごちゃごちゃのボンゴレでしょ。油ってさ、どっち先なの？油先じゃないですか、わかんないですよ、僕。いや、みんなでちょっとずつ料理成長していかないと餓死する、そうだな。一気に入れますか。これに…あっち、バカバカ、あっち。熱いじゃんか。ね、これ時間計ってる？今計ってないですね。計ってないんかい。はい、大丈夫だよ。大体で大丈夫。大体でいいじゃん、はい、いつも。これをね、チンします。このアサリの何度か。いや、パン邪魔だと思って。楽しいな。楽しいっすね、料理。やっぱ肉がすごい美味しそうっす。食うなよ、絶対。全然先輩のこと聞かないじゃん。あ、うまっ。うるせえ。これ、回さなきゃいけないですよ。麺が焦げてる。麺が焦げてる。絶対バレないように編集しよう。色味とか適当に変えて。なんかさ、もう大きいとかで混ぜちゃいたい。そうっす。最後もうここに入れて混ぜる。あ、全然ありだよと思いますよ。マンスに見せないでも食おうぜ。俺らだけで食おうぜ。マンスいいっすよ。マンスいいな、そんなに。マンスって誰。うわ、もうこんな美味しいに決まってんじゃん。これね、できました。完成だ。これ絶対美味しいよ、生けど。最高ですよ、多分。俺ら二人で食いたいぐらいだもん。いや、マジでそうです。あの二人いいですよね。なあ、あいつら別に名前甘じゃした。うわ、めっちゃうまそう。絶対美味しいな。まずは。あ、ありがとう。これすごくない？すごい。萌えシャンプー。2500円ぐらいの萌えシャンプー。あーつ。そんなのあんだね。あれなんか。もっとすごい高いイメージない？名前でしか聞いてもらえない。萌えシャンプー。漫才の前だよね。コカ・コーラゼロちょっと怖すぎて。洗ったばっかだから。洗ったばっかだから。分かんないっすよ。え、これどう開けるんですか。待って、そんな開け方すんの。いや、違う、分かんない。普通にポンと普通に開けよう。開けよう。で、シュワーってなんない。なんだ、なんだ、分かんない。いや、開くわ。怖くなるから、ほんとに。いくよ。はい。始めましょう。うわ、めちゃくちゃおしゃれ。
オッケー、いい感じです。じゃあ行きましょう。あっさ、はい、じゃあマンスーの誕生日乾杯。おめでとうございます。おめでとうございます。うまいのか全然わかんない。わかんないけど、わかんないけど、うまいだろ、たぶんうまいだろ。なかなか外れ感ですかね。コカ・コーラゼロ。机欲しいね、早く。そうそうですね、机がはないとさ、なんか食べ方が難しい。まさか床の上で食わないと。俺も食わないと。床の上でパスタ食うと思わなかった。いや、美味しい。パスタ、いつも食べる。うん、うん、美味しい。美味しい。肉もありますから。マンスの誕生日が一番この家に人少ないかもしれない。4人ください。4人ってまあないから。まあ4人ってないから。いや、さ、告知とかもなかった。最小人数。急な話だから。最小人数、最小人数で。やめてください。美味しかった。めちゃくちゃ美味しいです。ということで、サブチャンネルでした。普通にご飯食べます、この後。ありがとうございました。ありがとうございました。Okay.